白石春奈は日本のグラビアアイドルである。神奈川県出身。2018年12月以降の芸名は白石春奈。映画や映像を制作する学校に通っていたところ、リップにスカウトされ、芸能デビュー。2016年にミスヤングチャンピオン2016グランプリに選出。同年にはオーディションを勝ち抜き、ゲーム、龍がごとく六命の歌。にもキャバ条約で出演した。 2018年12月17日、リップを退所。以降は芸名を白石春菜としている。2019年に A ライズ所属となる。特技は、大食いで記録は、回転寿司35皿、串揚げ102本、ラーメン10杯。ファミツの紙面では特技を活かし、ゲーム、龍がごとくとのコラボ飲食店をめぐる、食い倒れ記事を担当したこともある。テレビ番組、 アリヨシゼミでは、ギャルソネと対戦して完食するも敗戦した。中高と女子高で過ごしていたためか高校2年生まで、ノーブラで日常を過ごしていた。小顔であり、竜がごとくで顔を取り込むためのフェイスキャプチャー時、想定より小さくその場では、輪郭がうまく認識されなかった経験がある。ありがとうございます。